はい。という、また出た。こん、あ、これ複数セーブなんだ。あ、いや。こん、水です。ゲームに入る。ロードかな？皆さん、こん、水です。前回ね、ここを突破できなくて、終了したと思うんですが。はぁー。え？ああ、違うのか。はい。今回ね、やり直しまして、やり直しまして、ここをね、突破するところから始めようと思います。ところで突破できなかったらね、おしまいですが。これ、はい。はい。はい。で、ここにさ、街の情報が出てるんだ、出てるっていうことに気づいたんですよ。で、ここにちょうどさ、その建物を建てたかどうかもさ、ちゃんとアイコンで表示されてるんですね。知らんかったけど。とりあえずここ突破します。行ったれ！クリアしろ！召喚、召喚、召喚。召喚と、このね、変身、こういう呪文攻撃でね、敵をね、弱くするのがね、めっちゃ重要ということが分かりました。ね、呪文重要。壊せ壊せ、いけいけ。呪文がさえね、うまくやれば、敵がね、その、なんていうの？戦力が敵の方が上回っていても、数がね、数の上で相手の方が上回っていても勝てるということが判明しました。というかね、まあ改めてやり直してね、そういうのをね、いろいろ把握しました。これやり直し2回目です、実はね。ほらほら、いけいけ、ほらほら、いけいけ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 、いけ、ほら。だからね、呪文重要です、呪文。呪文重要。なんか、何こいつ。でも味方めっちゃ死んだ。味方めっちゃ死んでる。まあ、でも呪文を覚えていきましょう。呪文、あ、呪文これは、出て、呪文。スプレイ。太陽光線。ソルトスプレイにしようか。で、やられた分補充していきましょう。あれ。やられた分補充して、このおじさんが、ここに行って、戦力回復しないとね。まずは戦力を回復しないと。ターン終了です。さあ、これでゲームをプレイする準備ができました。マグマの地にはいろいろなものが待ち構えています。マグマの地ね、ここが多分。それより北の方では敵プレイヤーと出会うことができます。CPU でもルールは同じです。ぜひベストを尽くして勝利してください。というわけで、これでチュートリアル終わりです。グリーン仕様。ここで舞台を補充させて。いやー。てかこんなにダメージ受けてる。あかんねー。まあ一週間経てばユニット生産できるので、まあそれまでっていうことですが。なんか経ってよ。これか。ユニット。基本はユニットっす。マックス。
の防衛、ここね、関所なのでここで防衛させておけばこれ来ないでしょう。いや。少し位置。ちょっと待って。まあ、ちょっとね、ここで止めといて、で、なんていうの？こっちの、ユニット、こっちで、そのヒーローユニットを製造して、こっちの方、左、西か、の方をね、探検していけたらいいかなと思います。ユニットをね、製造できるようになっておかないとね。日の収入を1000ゴールド増やす。重要です。こう言って。金。世の中金よ。まあ、金の次に大事なのはね。いや、金の次じゃない。金よりも大事なものもある。戦力。何事も戦力か。ボボボボボボボ。戦力が大事。ターンを終了。あいつ、町で得られるゴールドの収入が半分になる？ひでえ。ここで関所で止めてもらって、ちょっと待て。マックス。戦力を送った方がいいのかな？どうだろう？探検させた方がいいのか？どっちか。ああ、あれだ。あれ。違う。ヒーロー雇いましょう。金が足らないですね。お金足らへんかな。ちょっと待ちましょうね。このターンは、あ、でも、何もしないよりは、なんか、ここで行って、風車はね、何かもらえるんですよ。お金じゃなかった。鉱石がもらえましたね。それは、それだけをもらっておきましょう。まあ、仕方ない。このターンは、このターン。攻めてくるの？マジで？おー、やられた。とりあえず魔法でバフかけておきましょう。何？敵を戦場に散らば、あんまりやると良くなさそうだ。ちょっと待て、これ、マジやばくない？戦力を補充したところでばっかりなのに。そう、私。そっか、防御の。よいしょ。嘘！ちょっと待て。ちょっと待って。大混乱してるから今。そう。こないだやり直した時はこんなことなんなかったのに。なんでだ？
なんでだじゃないが。おーい。聞いてないぞ。ねえぞ、本当に。嘘でしょ、お前。で、ちょっと待って。とりあえずよ。これ、ついな。ちょっと待って。おいおい、またチュートリアルで全滅するパターンとかやめてほしいな。どうするどうする。関所で敵の戦力、戦力を削れるだけ削って。傭兵。戦力。金で雇えるもんなら金で雇っておくよ。で、探検するだけ探検させとこう。こいつで。そがー。草とか言っちゃいけないかもしれないが、あのさじゃないんだよな。いや、ちょっと、様子見しとこう。結局。戦力。ああ、もう何も立てれん。きっと何も立てれんぞ。あ、そっか。アップグレード版にしてない。収入が、あらん。マジ攻めてくるとか、言ってなくない？あ、いや、ここら辺で、これ、こういうので、こういうの。こういうのを、なるべく拾っていって、敵さんが攻めてきた時の時の、敵さんが攻めてきた時の、敵さんが攻めてきた時に備えよう。いや、この人はね、補充部隊。補給部隊だ。兵隊です。兵隊。平らって意味じゃなくて、補給です。兵力の補充に努めましょう。マジで、くそが。なんで突破されたんだじゃないが。こっちまで行って、とりあえずここら辺で待機させといて、よいしょ。金は、収入は大きいから、どんだけ作れる？よいしょ。この人たちで、これ宝物とかを、パコパコ集めて、金より経験値じゃん。あやのな、バー、いまいち水銀して、水銀クリッチャー、水銀5つにつき4体。さらにランクが上がるごとに、
羽かな。ここら辺少しイージー、ほぼ不可能。少しイージー。ちょっと待って、平坦部隊。兵力補充に行こう。ちょっと待って、予想外だよな、その。まあいいわ。まあ。ちょ。ターンを。ターン。建物は建てた。どうしてない。ターンを終了。少しイージーだな、少しイージー。マナは20溜まってる。少しイージーにしよう。攻めるぞ。召喚。カオス。敵を散らばさせて、というのはあまり、なんというかね、その敵を分散させると、この遠距離部隊が敵の近くに、敵が近くに来てくると、その弱体化してしまうので、あまり良くない気がするので、スプスプリー。マナ足らんな。魔法使いまくってると。まあでも、合ってるかな。損害が大きすぎるなぁ。ほら、この損害はちょっとでかい。でもここからだと、ここからは、このジェードの要塞というのを攻略すると、毎週味方が作り出されて、戦力が作り出されて、ユニットが作り出されて、言い換えまくるな。ユニットが作り出されて味方として戦ってくれるようになるそうです。なので、まあいいでしょう。こっちか。戦力を、はい。お、イージーだ。イージー。と、アップグレードないな。アップグレードしてもらうと。で、こっちの舞台で、さっきの戦闘で、味方がだいぶ損失してたので、ここから多分ほら、補充が出てるので、補充させないといかんと思う。あと何が建てれるかな。建設。ああ。まあなんかろ、呪文が大切だから呪文。呪文が大切だけど、とりあえず、敵が攻めてくるときのことを考えて、砦を立てとこう。よいしょ。
アーエンド。で、1週間が終わったかな。すべての鉱山がゴールドの鉱山になる。いやー、何言ってんの？ここで戦力を補充して、ここでなんか預けられるんだ。お金めちゃくそかかるやんけ。お金めちゃくそかかるけど、めちゃくそかかるやんけ。ちょっと待って、人数を減らそう。ほら、節約。で、み補充に行って。お金がないけど、まあなんとかなるでしょう。お金か、おか。何しとこか。ここは戦闘するのね。ここは何でしょう。なんか神殿みたいなところ。こっちは召喚魔法がない。人橋。勝てる。そしてこっちの損害はほとんどない。あー出た。戦害が出た。なんかが、悲哀が一人死にました。悲哀って何？水銀とマナを使って、ゴールドを使って魔法を魔法のクリーチャーを作り出すことができる。私がと思ってるんじゃなくて、魔法って書いてあるから、魔法なんですよ。はい。魔法のクリーチャーを作りました。何？魔法のクリーチャーって。こっちに行きましょう。イージーなところから攻めていきましょうね。で、お金が増えたから、マークス。アップグレードマークス。金が足らねえ。ちょっと部隊の補充が。どうできないのか。舞台の補充をしないと。レホノリムという、この街ですが。マックス。ああ、金が足らん。いやね。ああ、これ作っとけばよかった。一家に移動。休日を選択しておきます。遠距離攻撃のね、キャラが、ユニットが多いので。少しイージーか。少しイージーはきついよな。ちょっと待って。イージーだいだ。潰せるところから潰していきましょう。敵が湧いてる。ちょっと待って、あと一人。まあ、いっか。あと一人ぐらい。いやーでも。まあね。戦力はすぐに補充していった方がいいだろうから。一人足らんぐらいでも補充しに行きましょう。どうせここに戦力があるんだから。
攻めてくんねん。撤退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 。めちゃくちゃ攻めてくるじゃない。私やり直し1回目の時はこんなことにならなかったような気がするんだけど、どうでしょうか。どうでしょうか。でもないんだ。どうでしょうか。もうクソもないかもしれないけど、なんでこんな、なんでこんな目に遭わないといけないんだ、私は。なんでだ。まあいいです。疲れている。兵力の補充はこっちで行って、そうですね、とりあえずこれ立てといて、あ、こっち、アップグレード版のシェーディー、とりあえずよ、マックス、強いユニット作っとこ。とりあえず戦力、戦力が第一。で、この人は、マナが全然足りない。こっちって戦闘結果。戦闘だ。マナがまあまあある。よし。いいぞ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 。あー、なんか悲哀がいっぱい死んでる。悲哀ってなんだよ。いや、やめとこ。悲哀って英語だと何なんだ、何なんでしょうね。召喚呪文が欲しいですね。ああ、召喚呪文だ。オブリスク、オベリスクじゃなくて、レッドオブリスク。まあいいでしょう。これ、取ってない。忘れてたのか？マナ再生量が50。攻撃力と防御力、ヒーローは移動できなくなる。それであれが、あれが攻めてきたのか。そう、そう、そう、そう。ほら、攻めてくるんです。えぐいって。なんであんな。あんな。はぁ、ちょっと待って、またチュートリアルで全滅するなんてことは、あってはならないですよ。
ロールしようと思ったのよ。まあいいや。お金が足らん。これです。市場を作ったので、木いらん。木を売りましょう。バシバシ。おれ、お金になったろう？お金になったろう？ああ、病院建てとけばよかった。まあいいや。こいつは避難しとこう。さあ、なんでこう、もうさあ、攻めてこられるかね。バトル開始。召喚召喚。戦え戦え。よしよし、いい感じじゃない？損失が、悲哀が全滅してしまいましたね、悲哀が。悲哀って何なの？お金！お金！風の呪文。戦力アップ。お、これはお金かな？しかし、またこれが攻めてきてしまって。何これ？どこ？あ、預けてた奴らか。攻めてきやがった。ああ、もやもやしてて、わからないけど、オベリスクの欠片が出てきた。これを集めると、わかるらしいぞ。まずこれじゃん。それはともかくとしてよ。はあ、はあ、じゃないか。弱そう。くそ。まだ10しか回復しとらん。まだ10ではな。ああ、あいつ、オベリスクのかけら取ってったな。なんだ？金の。これか。ここか。ここら辺か。どこだ？え、もうちょっと見せろ。ここだ？ん？え、どこ？ここが変か。え？もう一回見せて。家があって、
木があってその下。ここら辺じゃない？これが攻めてくるよ、これが。どうすればいいんですって？ですって？そっか、ここも。ちょい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 。兵士募集。成長力、ちょい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 。まあ、とりあえず強くするやつ。いや、なんでだろう。私がやり直したときはね、こんな風にならなかったんですよ。なんでやろうな。こいつなんとかしないと。攻めてくるって。わー、攻めてきた。ほんまかいな。こうなったらここでできる限り数を減らしとくぞ。よーし、戦え。召喚。召喚だ。こうなったらよ。防御。できる限り、数を減らすんじゃ。しまった。もうマナがない。はい、撤退。病院、立てとく。なんか、人の体力を増やし、防御力。防御力アップ。防御力アップ。武器アップ。武器拾う。くそ、これをなんとかしないと。この、全戦力集めても、あれ、なんとかできないの？なんで追加のやつが来てんの？まあいいや。いや、まあよくないが。まあ良くないけど。安いからいっぱい入れとけ。潰す！ぶっ潰しでやるよ！こんにゃろ！そうか！はあ、何や、なんか偉いもの。やったれやったれ、こっち、攻めて、反撃や、逆襲や、損害でか。叩き潰せ、一匹も残すな。待って。損害がでかいって、損害が。
いやもう、ボロボロ。ボロボロですわ。ちょっと待ってよ、本当にさ、なんかさ、予定外だよね、いろいろ。こんなひどい目に合わなかったんだけどな、やり直したとき。まあいいや。こっから勝てばいいし。敵に。あ、船から、船ってどこでも上陸できんの？そんなの聞いてないんだけど。え、マジで、嘘。おうっそんですよ。おうっそん。スルタン。なんか美味しそう。ああ。これえぐいで。こっち来たよ。バレてるよ。どうしれって言うんですか。こうなったら起こしてやるぞ。押して。たらねー。水銀が足らねえ。そっか、水銀工場取ってねえんだ。ああ、クソ。なんクソ。仕方ないけど。ねえ、チュートリアルむずくない？私が。これ、運ゲーなのかな？運ゲーなわけに。知らん。クソが。え？なんでこんなひどい目に遭うなんて聞いてないんですけどね。ちょっと待って、また来てるって。できる限りダメージ与えた子。できる限りさ、魔法とか使ってダメージを与え。潰すぞ。召喚じゃ。損害がきついな。損害がきついが、敵の方が損害がきついだろ、これ。ほら。こっちの損害もまあまあきついな、おい。
やべえやべえやべえ。2倍速でーす。ああ、勝った。えぐ。よいしょ。でかいモンスター、でかいユニットの攻撃を。なんか弱体化させるみたいなやつ。ああ、損失がでかすぎだよ。ハード、あのさあな、どういうことですか？敵の糞でパクれた。敵の糞でパクれたんだ。パクれるって。パクれるのはいいとして、ちょっと待って。よいしょ。損害が出て補充がこれだけで、帝国。収入増やしての、戦力。戦力補充の、こいつ来やがった、攻めてきやがった、おえー、おえー、おえー、防御のスタンスで、そう、要塞というか、砦というか、都市の防衛を強化するのをな、もうちょっとね、やっとけばな。まあ、仕方ないね。後悔、なんだっけ。後悔、後に、ただ、ず？あれ？あ、仕方ないね。そう。やられてる。なんかな、強力な魔法を使い、覚えられへんかな。強力な魔法を覚えられへんかな。適当。でも、まあまあ的損害は大きく与えたでしょう。帰ってくし、ほら。帰ってくし。ギリギリ防衛成功。水の呪文を覚えよう。カエルの雨。なんそれ。ああ、ボロボロです。ああ、疲れた。
まあでもなんか、敵の戦力の大戦力を削ったので、しばらくおとなしくなるんじゃないでしょうかね。何かを習得した。とりあえず、こっから逆転が始まるかもしれない予感。そんな予感は当たらないと。そんな予感は当たらない気がするけど、まあ、状況は良くなったんじゃないかな。とりあえず戦力を拡充しないとね。ああ。これ、やると、まあいいでしょう。ツンドラのせい。これ言語だと何だろう。何なんだろうな。こういうのってさ、まあ、カタカナ英語にしてもらった方が、日本人としては理解しやすいというか、気がしますよね。わーわーわー、いろいろ足らない。水銀が2。水銀が2。あ、え、青い水銀。あ、こっちない。これで。たけ。これ変える。ちょっと待って。水銀だけじゃないじゃん。これがいる。3!明日にしよう。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。お前ら戦力無限か？なあ、悲しくなってきちゃう。神の化身。うひょー。作れへんがな、ユニット。硫黄の鉱山ね、占領したいけどね。っていうか、連中は戦力がどんだけあるね。
週間経ったので兵力を補充しときましょう。この兵力を、そうしましょう。いいじゃない。あ、そうだ、ここら辺に、掘るとなんか出てくる可能性があるんだ。そう、敵に戦力がよう。移動できないんだ。そうだった、そうだ。はい。全送り。ちょっと待って。Hey. で、これや、掘る。ついにお宝を発見。おお。宝が湧いたぜ。宝が湧いたけど、取れねえぜ。なんでこいつら戦力がそんなもりもりあるんですかね。どうしてです？どうしてです？なんでです？なーぬー。ちょっと待って。ユニットじゃない。ヒーローさ、ヒーロー雇おうぜ、ヒーロー。これがいる。5個購入するので1000か。やめとこ。この人を、可能だよね。可能か。あ、そっか、戦力買おう。戦力を買って、無理か。ちょっとね、あ、攻めてくんの。こいつ。なるほどね、なるほどね、なるほどね。ふーん。潰してやるよ。覚悟しろや。ボコスカ、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 ボコスカ。うぃー。
このユニットの成長量というのがどれくらい強化されてるもんなのかわからへんかな。呪文かな。あらー、覚悟しろやー。何を覚えたの。回復。えぐいえぐい。回復しろ。ちょっと待って、敵えぐい魔法覚えてない？えぐい魔法覚えてるよ。絶対、これって。やばいやばい。沼すぎるよなこれ。ゆげんぐん、なんとかなんとかなったかなこれ。えぐいな。戦力が消耗が激しい、著しい、つらい。とりあえずこの石書を落として、ていうかさ、もっとスマートに、いや、やり直したときもっとスマートに行ったから、もっとスマートに終わるもんだと思っていたんですが、全然そんなことなかったですね。あーって感じですか。まあ、とりあえずいいですよ。とりあえず、まあ、はい。我々。あ。とりあえずですよ。威力。戦力。そんな。割合が表示されてない。ああ、建物建てれる。陣。アップグレード版。こんにちは。呪文を唱えるのに必要なマナが、回復量が増えるらしいので、それにしときます。よいしょ。やり直すとき、ほんともっとスマートに行ったんですけどね。なんでしょう。いや、敵のやつパクって。おら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 。
とりあえず、ここは、なんかね、なんだっけ。なんとかのなんとかっていう。なんとかのなんとかじゃなんとかだよ。なんかね、ガーゴイルだったかな?が製造される場所。です。確か。オブシディアンの迷路。ストーンウォッチャーですね。ストーンウォッチャーが出てくると。つまり、まあ、兵力がバグと。重要なとこですね。なんで、落とすと。で、もう適当に敵を倒すと。何これ?小さい、あ、ボートに乗ってんじゃない。ボーガンを持ってんだな。えぐいな。ストーンウォッチャーがやられたのか。びっくりした。戦力。いや、これにしよう。寄生雲。味方の防御力アップしよう。なんか迷ってる。で、水銀が足らないと。水銀が5ならいいと。うん。水銀ね。水銀こうたるわ。こうたるこうたる。はいはい。で、ここね、戦力の補充が動くので、この補充戦力をこっちに移そう。やっと好転してきたんじゃない?はあ、こいつらなんでこんな戦力がもうわけわからんねえよ。まあでも、敵にまあまあダメージを与えて、待って、今これ、今マナどれだけある ?34 か、ちょっともうちょっと回復してほしいな。うん。ゆーっと言って。ゆーっと言って。あれ、もう口パクが、ああ、反応してる?反応してるか?反応してないな、これ。ああ、もう。はい。よいしょ。こっちは?こっちは、つく?つった。戦力をつけてもらって、少し維持、少し維持、少し、よし、維持。よし。攻撃者の攻撃力がプラス5上昇する。このランダム要素、えぐいな。戦力アップ。維持よ。バトル開始。
炎の魔法、これでなんとかダメージを与えて、ていうか敵なんかこれ近接弱いんじゃない？でもこちらも近接が強い、強いユニットがあんまりいない。まあ、なんとかなるでしょう。ゴリ押しだなぁ。カエルの雨。カエルを降らして敵にダメージを与える。嫌がらせレベルだ。嫌がらせだなぁ、カエルの雨ってなんだよ。カエルが降ってくるって。まあ、たまにあるけどさ。戦闘中ずっとエレメントル。これなんか強そう。あ、占領できない。お、捕虜。戦力だ。ちょっと戦力のとこ行かせなきゃ。行かせなきゃ。行かせ？おう。これでハードなんだ。少しいいし。ちょっと待って。そっか、装備品がないのか。いいした。繰り返せよ。また攻めてきやがって、こいつら。なるべく出血させよう、ここで。これでなるべく出血させてさ、敵の数、頭数をちょっとでも減らして、あんま減ってないな。なんかちっこいやつらがいるな。ちっこいやつら。名前とかわか、あ、炎のジャグラー。ジャグラー？ジャグラー？どっちだ？火の玉を飛ばしてくるってことですね。わかりました。さあ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 。とりあえず、圧勝ですよ。とりあえずね。よし、戦力。ここ、アーチェリー城は、なんと、将軍団を雇うことができる。姉さえあれば戦力が、に入る。よし。つわけで、まーす、戻ります。こいつボコボコにします。イージーなんでね。はいはい。ここで、兵力。兵力。なんか出れる。出るね。オルティメット呪文。ほう。そうだな。出れるよ。アップグレード版なんとかな、なんとか。猛獣の神。強そう。エタルー。ちょっと占領してない。あ、
まず行くのは。いやー、やっと好転してきましたねー。やっと好転してきましたねーって言って、なんか敵が思いっきり攻めてきてるんだけどさ。ボコシに行くぞー、ボコシに。ボコすぞ、ボコすぞ、ボコすぞ。さあ、すぐ。さあ、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 さあ。こんなところ無傷で突破しようぜ。突破しようぜ。よしよし。無傷じゃない。無傷ではないが、まあ、戦力がね。にしよう。ヘビちゃん、アナコンダ。あ、いいや。とりあえず買っといて。バトルスタート。お？炎のジャクラ召喚。いいね。召喚はいいよ、召喚は。戦力が増えるからね。召喚でどんどん敵倒していこう。で、このオベリスク。なんか一個オベリスク解放したじゃない。このオベリスクも同じようになんか宝のありかを示してるんですよ。知ってます、私やったんで。戦力が。ブラックオブリスクだって。はい、全然わかんない。はい、全然わかんない。これ拾っていかないといけないんですね。ん？町の横？違うな。なんか建物？わからん。これ集めないとわからないので、集めていくしかないでしょう。こことここか。シューン。シューン、バトル開始。はい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 。カエルの雨。カエルの雨。あ、カエル戦ってくれるのか。そういうことね。カエルが戦ってくれるのね。味方になって。なるほどね。なるほどなのかな。はい。戦力増える。そうだ、攻めてきやがった。また攻めてきたけど、できる限り減らそう。これは耐えられないのでは？街が占領されたぞ。えぐ。しかし、届かんな。どこや。くそ。
やられるぐらいならということよ。攻め攻め攻め。カエルの雨。キロキロキロピー。巨人召喚。茨の巨人。茨の巨人。茨の巨人めちゃボコボコにされてる。炎の魔法。火の玉。火の玉。とりあえず。ここも確かね、戦力が湧いてくるところなんでね、抑えておきたい。キラキラキラピッ。ここも抑えて戦力をね、増やしておきたい。しっかし、しっかしさあ、なかなか敵さんも、おとなしくなってくれないね、簡単には。起こすかこいつら。何こいつ白防衛判定かい。まあいいでしょう。めちゃくちゃ呪文唱えてない？ムカつくな。何をそんなに呪文唱えてやがるんじゃい。ここにやろ。ここにやろ。ここにやろ。アニマを召喚して、アニマでボコボコにするんじゃ。なんとかするんじゃ。よいしょ。2番にしましょうか。おぼおぼ。援軍を送りました。援軍を送ったので、これでどうやって、敵にとどめを刺す、わあ、敵が、なかなかしぶといですね。じゃない。疲れてしまったね。あ、これ倒すの？これ。まあでも満足し倒していこうか。敵さんめちゃくちゃ、うわあ、もうこら。許せねえ。許せねえってばよ。ボコボコにしちゃおう。ボコボコにできんな。
入るー、キロ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 。時間が時間だ。とりあえずどっかで切ろう。ツーワン、まあとりあえず好転したよね。ただ敵さんもなかなかしぶといね。まあこのゲームなかなか面白いです、結局のところね。すごい死に方してる。弁慶の大往生や。ここら辺じゃないかも。そうだ。12ね。足らないので、足らない分1個購入して、町の防御をアップさせとこう。戦力？戦力というかヒーローじゃない？起こすか。速攻で起こしていきましょう。えぐい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 。何何何何何があの攻撃。25、16も減らされたぞ。なんなん。ちょっと待って。なん、まあいいや、兵力の50に向かわせだろう。でいいか。こっちの部隊行ってもらって。こっちも、召喚。アエルも召喚。ちょっとね。しかし敵さんのヒーロー、どうやら強力な魔法を使えるようですね。えぐ。こっちも何とかしたいよ。
でもなんかそういうレベルの高い魔法を使えるようになっておかないとやばそうだね。占領。もうすぐで州が変わるので、ユニット生産できるようになるはずなので、プライナ図書館でヒーロー、ユニットの賢さみたいなのを上げておく。すべてのヒーローと野生のクリエイチャー、すべてのヒーローが野生のクリーチャーの数人をボディーガードとして雇い、引きる。はぁ、よくわからん。攻め込みに行きたいけどね、なかなか。なかなかだよ。なかなかだよ。なかなかだよってなんだよ。宮殿、陣を作れるようになる。なら、作るマークス！作るま、作るま。ちょっと待って、足らんがな。金はなんとかなる。作るマークス。なんともならん。なんともならんな。まあいいや。とりあえずよ。とりあえずよ。とりあえずよ。この戦力でもこれなもんかいや。とりあえず味方に合流するように、とさせとけ。エトルイージーになっとるイージーになっとるがやイージーになっとるがやなのでイージーになってるところに行かせる出せよでこいつが この戦力をこの軍団を牧場させて一気にここら辺ここら辺の敵をぶっ潰せれるかな。ここら辺のキャラバンから、またあのユニットが送られてくるし。送られてくるし。まあいいや。あ、この戦力でもハードって言われたよ。3日待つと。
果待つね。ともかく。ともかくよ。ともかくよ。ともかく、戦況は、一向していますが、拮抗するぐらいにはなりましたね。今後の展開にご期待ください。こっちの方全然行ってないですか？戦力不足。全然終わる気ないじゃんっていう感じですが、このゲームね、おもろいです。それだけおもろいです。野生のモンスターってこれか。野生のモンスターっていうか、野生のモンスターっていうか、なんなんこれ。表示されないのが野生のモンスター君は。援護を送ろう。召喚呪文、召喚呪文大好き。全然終わる気ない。というわけで、とりあえずここら辺で終わりますか。次回はね、敵を殲滅、敵勢力を殲滅させます。それを期待していてください。それで続きはまた今度やります。以上です。では、さようなら、じゃないな。では、さよう水？さよう水ってなんか変だな。おやすみずです。そんな感じで。バイバーイ。